はい、モフモフジャパンです。今日は、猫将棋で猫さんたちと、10番勝負をやっていきたいと思います。設定でね、豊島は強いよねということでね、まあ、これでいきますか。じゃあまず虎猫さんからね、やっていきたいと思います。まあ、いろんな戦法をやっていきたいんですけど、とりあえず一番得意なアヒル戦法でやっていきたいと思います。ね、ささっとね、やっていきたいと思うんですけど、一旦こっちに回りますかね。これ取れますね。こう上がって、これは一旦戻りますか。じゃあぶつけてきましたね。取れますね。角ぶつけてきた。角成れる。金が。どうしよう。これは一回飛車合わせた方がいいですか？これはこうしてみますか。一旦角、あ、そっか、そっちで取れた、しまった。まあ、取りますか。で、飛車打って、まあ、桂馬取って、早いのかな。 これ結構ね、角の動きに弱いんですよね。あ、しまった、これはまずい。 これはですね、金寄りでいいですかね。そうすんな。寄って、そっち取ってくる。取られそうな歩は伸ばすっていうね。あ、そうすんですね。開歩で収めましょう。これは取りません。これは銀で取ると馬が入ってくるんで、金で取るんですか？桂馬飛んで、あ、そっち取ってくるんだ。これは桂馬取れるけど、一回突き捨てますか。あ、そっち取るんだ。あ、寄るんだ。一回こうして、ははは。で、これは秋王手の筋ですね。とりあえず取りますか。 で、
馬が効いてるのをよく見て、角打ちます。金打ちます。飛車入ります。ちょっと時間かかりすぎですけど、一回トップに戻って、次は黒猫さんと戦います。あ、とりあえず一周しましたね、自分が。ノートに正の字書いていきます。今度はね、今度振り飛車でいきましょうか。四間飛車やっていきましょう。あ、相振りですか。違う、相振りではないか。向こうも四間飛車なんですけど、あ、四間、美濃囲いじゃないけど、変な形ですね。よくわからない形ですね。こうするとどうするんだろう。意外に硬いんですよね。一回突き捨てますか。で、切るのかな、これ。振って、で、どうすんだこれ。 桂馬使っていきましょうか。これは何だ。こうすると桂馬で取って、歩がないんですね。これはあえてこっち行きたいですよね。多分桂馬取ってくるんですけど、銀下がると、歩取ると、香車だとか打たれるかな。香車とか打ってきたら歩打って、これは取ると馬が効いてるんで飛車取られますね。これは取れますね。馬が引いてきた。一旦王手しますか。香車、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 香車。この狙ってきますか。多分、あ、そっち取るんだ。歩が効くんだよね。あ、てか、馬がいいんじゃん。なんだこれは。桂馬も効いてる。一旦香車取りますか。なんだこれは。あ、桂馬取られたんですね。銀打って取ってきた。余裕を足していきますか。斜めがないんですよね。この馬がすごい邪魔だな。
これはなんか詰みそうですね。いやじゃあなんかちょっと買いすぎだって。いやー、生き猫さんとね今度対局していきましょう。次何でいこう。今度は居飛車、右四間飛車とかやっていきますか。右四間飛車とか言いながら飛車先ついてしまいましたけど、あんまり右四間飛車得意じゃないんですよね。あ、基本振り飛車党なんで変えていいものか。いや硬さ向こうの方が硬いんだよね。一旦筆を収めますか。向かい飛車にされると右四間にできないな。変えていきますかもね。でこう一回桂上がった方がいいらしいですね。なんだこれは、マジか。銀打つと銀取ろうかな。で、美濃囲いの急所。開口したいですよね。この辺開けていきたいですよね。うわ、なんかすごいってきた。すごいってきたよ。これ危ないな。やばい、お見通しだわ。桂馬飛ぶか、飛んでいいんかな。角歩打つか、香車。桂馬取ると、桂馬取ると問題ないですね。歩、やばい、歩、あ、そっか、歩があるのか。ちょっとこいつに、まだ大丈夫だよね。銀チャンス、これはチャンスですね。負か。足は詰めておきたい。一回こうするのは筋かな。竜入ってきた。
角を切っていくのかな。こっち取るんだろうね。あれ、これまずいんじゃないの？角って話して強調つくかな。あ、切って。こうして、開きようって、あ、開きようってじゃないじゃん。何やってんやばい。どうしたいんだ。銀が取れる。来ましたね なんてことだ。みきちゃんにも来ました。次トラ猫でやっていきましょう。さっきは右四間飛車で行ったんで、今度は振り飛車カーでも相手矢倉でいきますかね。今度は矢倉もちょっと甘いやり方は知らないですけど、よく食べるんですかね。こうすると、ここで戻ってくるんだね。香車取るのかな。これはなんだ。これはなんだ。香車打つんかな。角成れるけど、
単価かなるか。ああ。どうしようこれ。下がるか。桂馬とか2。飛車打って。時間かかりすぎですね。視聴しました。次黒猫、先手。次ご機嫌中飛車とかやっていきますか。端歩は置きましょう。このあれがあるので、ちょっと一回下がりますか。慣れるんですが、取れるんですが、これはこうしますか。角、角、これはなんだ。こうすると取れますが、カクっていくんですかね。もうカクって金が取れますね。香車も取れますね。これは単こうですか。こうして、こうして、こうすると、なんとか一生。さあ次は池猫ちゃんと対局していきます。何でいこうかな。三間飛車、林田、林田後手番だけど、おお早いね。うわ、なるほど。あ、しまった、その筋やったか忘れた。すぐにあれされるあれはないんで、角打ちどうかな。角で合わせてくるのかな。
これは香車取った方がいいですね。一旦、香車打つのかな。この辺香車打ってくか。お、飛んできた。桂馬を高跳び歩の餌食ですね。だけど、ちょっとやばいな。ふふふふふふ。不審だ。どう攻めるか。金とか使っていくんですか？角。金取ってくるんですかね。竜。剣竜の形。金でいくのはもったいない。ああ。そうすんだ。これは勝ちじゃないか？勝ちました。次は虎猫。攻めるのが大好きということでね。居飛車なんで、今度は向かい飛車とかやってみますか。ちょっとあんまりやり方知らないんですけどね、向かい飛車。囲いもいろいろね。やっていきたいんですけど、これは穴熊ですね。棒銀ですか。垂らしますか。逃げましたか。飛車を捕獲したいですけどね。金作りますかね。あ、しまった。これはいろいろ
に上がるんですかね。あれ、これ一旦こうして、あ、戻るんだ。これは？あ、来ました。6勝1敗ですか、今。次は黒猫。曲を冷静に守っていきます。何していこうかな。袖飛車よくわかんないけど、おお、そんな手があるんですか。ミレニアムとかしてみます。こんな感じだよね。ミレニアム囲い、いやー、ちょっとこれは、あ、そっち取ってくるんだ。これ打てないか、どうしよう。なんかすごい形だな、これ角打つと。いろいろ駒が欲しいですよね。香車打ちますか。逃げると思うんですけど。いや、それは守りになってないですね。大手菱が、あ、ちょっと待って、桂馬。いいや。金。これはね、結構厳しいと思うけど、切ってきた。考えてますね。
7勝1敗。次、三毛猫。何で行こう。ちょっと、変わったことをやってみたいですよね。一応、守るだけ守っとこうか。右四間にして、ほう。これは大手ですね。すぐにどうこうないよね。かくなります。桂馬。強者打てるよな。まあ逃げられるのかこれで。歩打ちます。銀取ります。金で守ります。歩打ちます。桂馬取ります。角打ちます。飛車取ります。これは？ちゃう。金一決めておいて。ちゃう。あれ。なんか違うなこれ。いうかこうしてならずで金打ちでいいな。もっといい積み方があったと思うんだけど、これで8勝1敗。ちょっと猫さん、何でいこう、何でいこう。先手番早いしだ。石田流やっていきたいですね。桂馬飛んで、
こうのかな。取れるな。取っちゃおっか。飛車下ろして、やばい、捕獲されそうだ。これは歩を打ってますが、角、単なるのか。しまった、銀も取らないんだよこれ。うわー、マジか。香車使う。切ってくんだ、やばい。あ、そっか、うまく効いてんだな。いやー、そっか。しまったなー。一旦逃げるか。
か。いやー、王手飛車狙ってたんだけどな。仕方がない。銀なのかな。銀。ちょっと時間かかりすぎでしたね。ということで、猫ちゃんとの対局は9勝1敗ということで、ちょっと1回に負けてしまったんですけど、まあここまで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では失礼します。